あちゃ、レッチョンでーす。今回もジャンプチやっていきたいと思いまーす。はい、ということで、今回はとあるキャラを使っていきたいと思います。ということで、そのキャラはこちらですね。はい、ヌーベの、こちらのキャラクターがね、情報修正入ったので、使っていきたいと思います。じゃあまず、どの辺が変わったのか見に行きたいと思います。はい、ということで、対象キャラ4体いますね。他は陸王とムヒョと、あと、ユーナですね。の4体です。妖怪とか、まあ、お化け系のキャラクターが、まあ、情報修正入りましたよっていう感じでございます。で、まあ、今回はこのキャラを使っていくんですけど、こんな感じですね。変更点がこんな感じで、普通にね、キラーがつきました。別称のキラーがついて、初っ端から 50% アップしてくれるということで、6の状態でも、377。結構、あれですね。まあ、素の感じ高くなりましたね。で、12レベルまで上げると、400% になって、400% プラス 50% ということで、450%。結構、初期のキャラにしては上がってるんじゃないでしょうか。強そうですね。で、特性も、変わってますね。特性が、まあ、60% 以上の時に攻撃力が上がりますよっていう感じだったんですけど、それがね、50% 以上の時に変わりました。そして、さらに、呪いのターンを、に短縮するということで、まあ、他のキャラもね、一応ね、呪いのターン系なんですけど、まあ、あれですかね、やっぱお化け系なのかな。ということで。で、12になると、33% のところが、35% になると。いいですね。2% だけですが、まあ伸びるということで、まあ今回このキャラ使っていきたいと思います。はい、ということで、今回はこんな感じのパーティーでやっていきたいと思います。まず、オールフォーワンと、しがらきとむら。こちらの方で、列車をつけます。そして、ヌーベ先生で、まあ、殴っていこうかなと思います。で、僕の場合は、7なので、プラス1されてて7なので、341% のプラス 50% ということで、391% ですね。あと、特性は 23% と、こんな感じになっております。では、早速やっていきましょう。レッツゴさあ、早速やっていきたいと思います。まずは、列車と、必殺を作んないといけないですね。よし、これでいきたいと思います。一応、必殺演出とかね、見たことなかったので、まあ、見ていきますか。じゃあ、こっちから。1、2と。1、2。OK。で、これで列車をついた状態のキラーが出ますね。さあ。列車をつけて、攻撃力、391% と。さあ、どんな感じになるかな？おー、24000。まあ、そこそこって感じですね。じゃあ、次は火力上げて殴ってみましょうか。二人とも攻撃タイプなので、37% アップ。結構上げていきます。いいね。これどのぐらい上がるんだろうね。さあ、弱体化していきます。地球周の 28% アップ。いいんじゃない？これで。で、まあ、こんな感じでいいか。これ良さげですね。じゃあ、最後、サイを打って、見ていきましょう。28% アップ。ウィン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 と。さあ、キラーが鳴ると、どのぐらい出るんだろう。いけ！さあ、まず、列車にして37万からの、おお、42万。昔のキャラなのに結構出る。
はい、ということでいかがだったでしょうか。ヌーベ先生使っていきましたが、いや、いいね。なんか昔のキャラがね、こうやって強化されてね、普通に使えるようになるってのすごくいいですね。まあ特性もね、もともとね 50% 以上の時に、攻撃力アップしかついてなくて、まあなんだろう、ギミックがないからどこにも連れていけないっていう状況ではあったと思うんですけど、まあこれで呪いのターンがね短縮されるということで、まあいい感じなんじゃないかなと思います。で、まあ友情に関しては特にないですね。このプチ吸収とかは結構ランダムなところもありますので、うん、これは使わないんですけど、まあ使うならメインで使ってあげようかなと思います。でね、まあ 400% まで上がって、でキラーで 50% 追加で 450% のねダメージもね与えることができるので、でさらに、攻撃タイプなので、これのねアップしていけばめちゃめちゃね火力伸びると思うので、いや、いいっすね。昔のキャラなのにこうやって強くなるのはとても嬉しいです。はい、ということで今回こんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄にツイッターのリンクも載せてありますので、フォローをぜひぜひよろしくお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。またねー。